小栗高座ブローから1944年10月15日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍大将。大将自藩士、小栗勇場の三男として生まれる。協立学校を経て1889年に海軍兵学校を卒業し、1890年に小委任官。1893年海軍大学校を卒業し、 松島のりくみ、以後、佐世保海兵団分隊長、総交官、比叡分隊長、西海艦隊参謀、砲官、岩木公会長、天竜公会長、常備艦隊参謀などを経て、1901年、海軍大学校を卒業し、海軍省副官権解消秘書官となり山本、権兵大臣に仕えた。1903年から翌年までイギリスに駐在し、 英海軍大学校戦術科に学び、潜水艇に興味を持つ。帰国後、軍令部参謀となるが、潜水艇研究を願い出て認められ、1904年6月から11月まで、米英出張。アメリカに発注した潜水艇の工事見分、完成後に分解し、日本へ積み出し、英国で潜水艇の公開体験などを知って帰国。その後、 潜水艇の横須賀交渉偽装委員、第一潜水艇大使令を歴任。1906年にイギリスに出張し、購入を条件に最新式の潜水艇を見分し帰国するが、管政本部がその購入を認めず、その責任を取って休職。しかし、山本海軍大臣が戸籍購入を決定し、現役復帰を決意。以後、水雷母艦、唐崎艦長。 通報官、鈴谷官長、水路不足機関長、海軍省副官、香取官長、関政本部第一部長などを歴任し、1913年、海軍省省となり、イギリス大使官付部官、軍務局長、第六戦隊司令官、第一特務艦隊司令官、クレコ省庁、省官会議議員、第三艦隊長官を歴任。1921年、 東宮法王に随行。さらに、舞鶴ンジ夫長官、召喚会議議員を経て、1923年に海軍大将、1938年に退役した。ドイツ文学者で詩人の小栗隆ノリは長男である。ありがとうございます。